はい、では続けてエピソード2も見ていこうと思います。1888年、それは切り裂きジャックという謎の怪人が出現し、女性たちを殺し回った恐怖の年。この年、寮の戦いを引き金として、オープニングちょっと初めて、絵がいいですね、絵が。なんか徐々すごい強そうになってる、オープニングで。北斗の拳みたいになってきてますね。第2話、過去からの手紙。時が経ってる。うわー、なんか成長してる。195センチ、すごいですね。ラグビー部、アメフト部に入ったのかな。イギリスだからかな、紳士のスポーツ。あー、ディオ、ディオにパス渡した。1話からどうなったの。結構時間が空いて、ジョジョとディオはコンビになってるの。養子になったんですか、あの後。正直僕は彼に対して、について書くけど話してくれないか。友情だって、照れるな。頼むよ、僕らも聞きたいな。じゃあ7年の間に何があったんですか。友情だと、綺麗事を並べてニコニコするしたのは待ったから。表向きね、養子になっちゃったんですね、正式に。止まらないな。今日は施設が悪いくせに儲けることばかり考えて入院を進めているんです。優勝おめでとう。ディオ、君は特に頑張った。卒業したらなりたいものになるがいい。援助はお父さんはディオの方に肩入れしてるんですね。仮面が出た。仮面。何する。ああ。血液を。あ、やっぱり僕だけが知る秘密。この仮面を作った者は一体何を目的として制作したのだろう。少女だけが知っている。亡き母が買ったものという、お母さんが買ったもの。それで考古学を勉強してるんだ。いつになりました。毒、とても恐ろしいぞ。薬とね、入れ替えて。君のお父さんが出した手紙、偶然見つけたよ。見つけた、手紙を見つけたんだ。あります、多分死ぬでしょう。若者の症状、奥の父さんと同じ症状だ。お父さんにも毒を持ったんだ、ディオは。君は一体、なるほど。その薬、この声優さん聞いたことあるな。誰だっけ、今気づいたら。すごい性格を把握している。すごい論理的思考ができるんですね、ジョジョは。もうちょっと早くディオの行動とかに疑問を持って、なんかこう監視しててもよかったのかなとは思いますけどね。ちょっと今気づいたの遅いような。手紙を見つけるまで確信が持てなかったのか。父さん、僕は 2,3 日ロンドンに行ってきます。声優さん思い出した。ディオの声優さん、進撃の
ジークの声と一緒だ。ってかわからんが、この仮面は俺の血で作った。この骨身がジョジョの脳みそに食い込めば、気づいてる。気づいてたんだ。しかも研究中の事故死となり、殺人容疑は俺にはかかってこない。ディオも気づいてたんだ。お前の研究。ディオ抜かりないですね。7年間の行動が。東洋の薬。なんか出てきた。なんかちょっと北斗の剣味が増してきた。え？すごい。戦う動機の格が違うんだ。すごいのが出てきた。聞いてないの。すごい。なんてやつだ。タフガイに喧嘩。うわ、いっぱい出てきた。うわーうわー。ジョジョが一人でオーガーストリートに入ったとお止めしたんですが、ジークの声に聞こえちゃう。ジョースター教にはのたれ死んだか。なんて治安の悪いストリートなんだここは。このスピードワゴンが許さない。スピードワゴン。紳士、仕掛ける瞬間、君にも父や母や兄弟がいるはずだと思った。こうなんか紳士のプライドとか誇りとかそういう精神性をスピリットを大切にしてるんですね。かっこいいですね。ジェントルマン。あんたの名前を聞かせ。気をつけな、やつはこそずるいぜ。もう3日ジョジョ君帰ってきませんな。くそ。あーディオも来ちゃったよ、このストリートに。面白い、いい機会だ。ジョジョの前に仮面持ってきてる。まずここで試してやる。何をごちゃごちゃ言ってるんでい。人体実験だ。つけた。面白くもない、ただの拷問殺人道具よ。死んでいない。なんだ一体こいつ。取れた。ゾンビみたいになってるってことですか、これ。ゾンビ化するお面。あー、血が吸い取られて、あーあー、ヴァンパイア的なやつか。あーあ。太陽の光。ヴァンパイア的なやつですね、これ。太陽の光で。
るほど。なぜ丁寧に君の悪魔のような陰謀の証拠を。いやー、仮面の正体がね、ちょっと分かってきて面白かったですね。なるほど、ここから旅が始まるのか。あとはちょっとあのね、治安の悪いなんとかストリートの新しいキャラクターも一人ね、こうハットになんか刃をつけた人出てきてましたね。ちょっと重要なキャラっぽい匂いがしました。あの人もすごくジェントルマン的なそのスピリットにこだわってましたし、ゲットーのそのなんとかストリートの結構こうボス的な立ち位置っぽい感じもしましたしね。はい、じゃあ今日はジョジョの奇妙な冒険のエピソード1と2を、初めて見てみました。そのリアクション動画を撮ってみました。面白くなってきました。私が想像してた時代背景とちょっと、違ったっていうか、あ、そういう時代背景だったんだっていうのが一つ面白かったですね。なんかその紳士ダンディズムとか、なんて言うんでしょうね、紳士のたしなみとかスピリットとか誇りとか、そういうものを大切にしてるんだなっていう、その荒木裕彦先生のなんか感じも伝わってきたし、絵のやっぱりカラフルさっていうかね、こうイラストのなんかこう濃厚さっていうのもアニメーションにすごい生きてたし、面白いです。はい、じゃあまた、リアクション動画撮っていこうと思うので、皆さんネタバレがないぐらいにコメントとかいろいろおすすめポイントとかなんか教えてくれたら嬉しいなと思います。それでは次回お楽しみに。